それで言うとさ、昨日さ、もうなんか、うん、なんか変なアンチと同類になるからさ、グッとこらえたんだけどさ、もうむっちゃ腹立つ話だったんだけどさ、これ聞いてくれるこれ。<laughs> ごめんね。ちょっともうただもうね、あの、なんかさ、こう、YouTube 関連動画で出してくれるんだけど、ひろゆきさんが、ヨフカルマのラップはダジャレだみたいなやつで、そう。で、まあよくあるさ、僕の切り抜きとかでもやられるじゃないですか。 煽ってるようで、実際はそんなこと言ってなかったみたいな。でも、サムネを煽りっぽくした方が再生数は稼げるだろうから、まあそういうふうに作ってる人はそうやってるみたいなさ。僕もそういうふうに、まあね、あの、切り抜き作ってる子たちがやるのも別に止めてないし、まあそういうもんだからそれいいなと思って、いいなというかね、まあ、なんで必要悪っていうと悪って入るから申し訳ないけど、まあ必要なマーケティング手法だと僕は思ってたんですね。そしたら、本当に言ってんので、 それが、ダジャレを進行するというか、ダジャレを広めたい会みたいな人が、チャットで質問してて、ダジャレを広めるにはどうしたらいいですかみたいなやつで、ひろきさんの答えが、ダジャレをダジャレっていうのは、おじさんたちがやってることで、おじさんたちは、ボキャブラリーが豊富になって、年重ねてて、それでしょうもないこと言いたくなるから、ダジャレダサいもんになる。ダジャレって言わないで、ラップとかヒップホップっていうおしゃれなものの枠組みにしてると、ダジャレもかっこよく聞こえるみたいな。で、リョフカルマーさんとかやってるのは、あれダジャレだけど、 ラップっていうおしゃれな文化の中に入ってるから格か好く聞こえるんだみたいな。全然違うよっていう。<laughs> <laughs> ラップってあれなんでかっこいいかっていうと別にラップとかヒップホップっていう、まあ僕これもうラップ好きな子多いだろうからすごい分かってくれたろうけど、枠組みだからかっこいいんじゃないんですよあれって。まず、ダジャレって例えば布団が吹っ飛んだみたいな。とか、みかんがみっかんないよとか、バカの横にバカ横みたいなことじゃん。復帰が復帰したみたいなさ。同じやつをさ、 2> 2つ出すみたいなやつじゃんなんだけどライムっていうのはまずライムっていうのはンを踏むのよだからメッシで、えー、決しみたいな決しみたいなで摂取みたいなこういうのがライミングっていう母音を合わせるのよこういうふうにだからさっきので言うとみかんの言うことは期かんみたいなのがライムなのだダジャレとは全然違うのこの,この時点でで なおかつこれでもかっこよくはないのよ。これストーリーがあるからラップってかっこいいのよ。そうだから例えばみかんの物語を話すんだったらみかんが帰還したみたいなことでこうストーリーになっていくみたいな。これがかっこいい歌とかになると自分の人生の物語を韻を踏んで伝えていくわけよ。だから今歌詞のちょうどいいの思いつかないからもう自分の歌詞使って申し訳ないけど自分の歌詞だったらすぐあの今資料で出せるから。例えば あーこの walk is the p a の歌詞だったら、祈れば塞がる両手、突き出す拳で進める冒険。祈ればるこれ、両手と冒険で、お上大おで意を踏んでるんだけど、これって、祈れば塞がる両手じゃん。だから、祈ることよりも、 突き出す拳で進めるボケ。だから、祈ることよりも行動すること。前に出る自分が行動することが壁をぶち破るのに重要なんだよって、このストーリーテリングがあるから、別に、あの、両手両手で別に同じ言葉使ってるわけでもないし、韻を踏んだ上でストーリーがあるから、ここにかっこよさが出るっていう、こういうロジックだ。でも、こういうのを全部ぶっ飛ばして、ヒップホップとかラップとかその枠組みでダジャレやってるから、かっこいいだけだよっていう。だから、ダジャレじゃなくて、 ラッッップププって言おうっててう、うヒホもっと言うと呂布カルマさんって別に踏んでないのよもうあの。言われたことにアンサーで返してそれがかっこいいから上手取れてるみたいなのでかっこいいわけだし。でラップっていうのは技法なだけでヒップホップっていうのは文化なのよ。だからドリブルっていうのはドリブルとサッカーを一緒にしてるっていう。 ラップでも歌うやつあるじゃんサッカーでもパスとドリブルあるじゃんみたいな感じでラップっていうのとヒップホップっていうのはサッカーの中でドリブルみたいなまあこれももっといい例えあるんだけどまあそのぐらい違うことなのゾーンとかすごいじゃんだから今みたいにこのぐらいいろいろ深いことがあるんだけどこれ全部ぶっ飛ばして ああいうめっちゃそれこそ有名な昨日の話と重なるけどトップランナーの人がいやダジャレだとダサいからヒップホップとかラップとか言えばいいんだよってってちょっとなんかこう肩書きというか自分が今乗ってるかそういうのに答えられてる自分にこうエツに入ってる感じとかもうそれ全部含めてすげえ腹立ったんだよ嘘堂々と教えんじゃねえっていうで昔ねなんかサッカー系のあのやつとかでも俺あの いや、ひろゆきさん普段のやつとか勉強になるけど、サッカー系のやつだとそれ答え結構違うけどな、みたいな。で、昔ね、これのチャットでもらったやつでも、あの、自分の専門的な知識になるとひろゆきさんのあら見えるけど、他のだと結構うまいこと答えてるから、結構全体的に騙されてるんだなって思います、みたいなんで、わかるって思ったの。それを僕の専門って、まあ、歴史はめちゃくちゃ専門ぐらい詳しいけど、でもまあそれは置いといて別にお金にしてないから、まあ、ラップとか音楽と、 まあずっと10年以上やってたお笑いと、まあサッカーじゃないですか。で、あとこの3つのうちさ、2つでもう全然違うっていうの分かったから、あやっぱ違うというか、広く浅くっていうのは無理なんだっていう、ただそれを正しいからのように聞こえさせる能力が高いんだっていう風に思って、だから僕は、まあサッカー以外のことは、なんていうトゲのある答え方というか、喋り方をしないようにしようって、まあ今までもやってんだけど、だから僕、 人とかに聞いたりとか、ある程度世界のこと知らなきゃいけないか、政治のこと勉強したりとか、ある程度はするんですよ。でもそういうの聞かれた時とかに、一ちょ神の知識でさ、今みたいに、いや、自民党ってのはこうでね、民主党ってのはこうでねっていうふうに答えた時に、いや、お前ってなった瞬間、僕のことサッカーで好きだった人が、いだだだだっていなくなるでしょ今の僕がひろきさんに思ってる感情みたいに。っていうのがあるから、だからやっぱり今後もサッカーのことは深く、なんなら自重した方がいいようなことを、自重せずにね、 言ってっけどそれ以外のことにはアクセル踏み込ままなないいのが重要だなって思いましたね自分が本気でやってる分野だからかな昔ねライムスターがす世代がさヒップホップって黒人あるものなのに日本人やってるみたいな未だにそれ言うのっていうアサイディスされて怒ってたみたいのがあってなんかそれと、まあ、似たっていうとライムスターと自分を一緒にしてる感じがちょっとねこうまあほんにあのもうアリンこと像ぐらい全然違う存在だからまあ同じ角度ってだけで今話したんだけど、ね。 まあそのぐらいい、ね、腹立つことっっててあるよねっていうねう音楽に載せる表現技法として韻を踏んだ方がかっこよくなるからっていうのでやってるから,だからこういうのはまあ僕の配信だと今2100人ぐらいしか見てないですけど、まあえー、ラップなんてダジャレでしょって思っちゃう方が少しでも増えないように減ってくれるようにちょっと喋ららせてもらいましたこれにカメラをつけてでここに資料を出して。うん で、ここに資料を出してこういう配信やってると、例えばひろゆきとか見たいって言われるんだけど、ひろゆきさんともう決定的な違い、あの人はもう何でも調べる、も検索なんですよなんかうまく例え、うかわないけどなんか、どこの国だとどういう税率があって、どう安いとか、どの会社だとどういうことやってどうみたいな、なんかこう本当に、どの国の牛肉が一番うまくて、それを仕入れるにはどういう値段だとかやるじゃないですか。 あんなん僕1個も興味出ないんで, <laughs> で。ああいうのが1個1個興味あって全部調べるとそれこそあれじゃないですかみんなが知りたい今それこそコロナとかいろいろあって社会的に政治的にすごい不安になるじゃないですか。っていう時にああいう駆け込み寺みたいなところがあってお嬢さん教えてくださいでめっちゃ何て言うの小難しくじゃなくてこっちのレベルに合わせて教えてくれる人いるとそれはバズるよなと。 であと僕の場合はもう自分の興味のあることでみんなが興味のあることとこうただ合致したときに喋ってるだけなんでめちゃくちゃ子供だなって思いますね。ダメだなって思います。だからサッカーに対してあるんですよな。この戦術ってなんでこうなってるんだろうとか。そうそう。なんかこうサッカーに関してだけ疑えるんですよ。記事とか見ても。ファンに受けより専門特化の方が面白いけど、ね、まあね、あの、ひろゆきさんがね、サッカーのこと答えてるときうんってなるときあるけど、でもそれでもうんぐらいで基本的に大枠は抑えてるから、ひろゆきさん自体もそうだろうしね。こう 自分が全部知ってるなんて思ってないだろうし僕もだってひろきさんみたいに喋れないか政治のことはほとんど話さないし。